ちゃん、皆さんこんばんは。こんばんは。英子ちゃん、いろいろ手伝ってもらって本当にありがとう。いえいえ、どういたしまして。もうだいぶなんか盛り上がったね。盛り上がった、楽しかった。なんか久しぶりに、え、嬉しい。なんかものすごくなんかあの盛り上がったね。本当に盛り上がった、めっちゃ盛り上がった。あのやっぱり子供が2人来てくれると違うな。違う違う、全然違う。そのお母さんも会えてよかったって言ってくれたし、お母さんもな、もう英子ちゃんのことみんなよう知ってはるんですよ。そう、ほんであのお母さんカメラマンで絵を撮ってくれてはったし、うん、助けてくれはりました。まあまあ、よかったです、ね、ありがとう。であと英子ちゃん、最後もう私は自分でしとくけど、うん、あの当選された方をね、うん、最後紙ちょっとチョキチョキ貼って、うん、あのここの秋グルメ、ちょっとこれ今ここあの空っぽですけど、うん、ここのところにあの当選された番号をね、うん、貼っていこうかなと思います、うん。そしてエコちゃんはもうなんかもう決まった？今選んでくれた？何選んでくれました？あ、甘エビあられ。それ美味しそうやなと思ってるの。うんうん、美味しそうやからちょっともらって帰ろうと思って。ねえ、そのお帽子のお色とよう似合ってるわ。はい、ありがとうございました。今日の撮影は11月22日。うん、今日テレビではいい夫婦の日ってやったはねんけど、ワンワンニャンニャンの日とも言います。アドベンチャーワールドのパンダの楓浜、今日は誕生日。あ、すごい、やっぱりそういう、さすが和歌山情報は。そうな、うん、2歳になるけど人間にしたら6歳になる。お誕生日、今日が誕生日だ。11月22日のお誕生日の子、そうパンダちゃん。パンダちゃん、もうパンダかわいいな、うんうん、そうか、大好きやね。私も大好きな、うん、あやこちゃんもパンダ好き？大好き。私生まれ変わるんやったら動物やったらパンダがいいと思う。一緒やん、うちもパン、もう生まれ変わるんやったらアドベンチャーのパンダになりたいって言ってんの。ほんま？私生まれ変わるんやったらパンダがいいと思う。一緒やん。ほんと？見てんのかな？そこはそこそこでも私だいぶ分かってない。子供の頃からもね。うん。ほんまそういうところ引き寄せがあるよね、きっと。うん、ありがとうございました。よかった。